はい、それではドラクエ11続きやっていこうと思います。さて、前回ベロニカちゃんが亡くなってしまったということで、いや今でも悲しみに打ちひしがれているんですけれども、とりあえず宿屋で泊まれと、とりあえず休めと言われたので宿屋に行こうと思います。あ、間違った、宿屋こっちちゃうね。ここはベロニカとセニャの家ですもんね。ないか、みんな仲のいい家族でしてね、ベロニカとセーニャを授かった時は夫婦そって大喜びでした。まさかこんな日が来るなんて夢にも思ってなかったでしょうね。私はずっと2人がどうして双子で生まれてきたのか考えてきましたが、それはもしかするとベロニカの助けでセーニャが生き残ることも命の大事は見越していたのでしょうか。残酷やな。とりあえず止まります。もう悔しいよ本当。あ、目が痛い。はい、どこかあともなく縦ごとの音色が聞こえてくる。セニャちゃんかな。セーニャは子供の時からちょっとぼんやりしたところがありまして、ね、いつもベロニカの後ろをついて歩いていました。勇者様を探す旅に出ようと決意したのも、両親を説得したのも全てベロニカです。セーニャに魔王に挑む度胸はありませんよ。もうセーニャは勇者様との旅を諦めて両親と一緒にいた方がいいでしょう。もうなんでそういうこと言うの、勝手に決めつけるのやめなさい。また一つの尊い命が消えてしもうた。どんなにかけがえのない人も失われる時はあっという間じゃの。悲しいものを見すぎてわしは疲れた。若者を見送る側になるよりも、そうそう見送られる側になりたいものじゃよ。仲のいい姉妹だった。そうだね、ベロニカとはずっと一緒に旅をしていたので無理もありません。ありがとうございます、お優しい。あ、仲間はみんな寝てんのか。よいしょ。あれ、マルティナちゃん、まるで空が泣いているようね。レナー様と最後にお会いしたあの日を思い出すわ。16年前あなたを川へ落としてしまったあの時から、私はずっと大切な人を守れるように強くなろうとしたの。でも私はまだまだ未熟だったのね。世界そのものを、全ての命を守ろうとするベロニカの方がずっと強かったわ。そんなことないよ。まあベロニカも強かったけど、比較するのがおかしいというか、しなくていいんだよ。個人のために髪を手向けた炎は一晩中絶やしてはいけない掟ですから、こうして慢をしているのです。なるほど。葬儀の時に食台へ手向ける髪は命の大樹のもとへ届くことを願い捧げられる個人への最後の贈り物ですわ。捧げる髪の長さは思いの丈の長さ。深く愛し合った恋人や夫婦が死に別れた時はすっかり短くしてしまう人もいるそうです。なるほどね。ちょっと一回セーブしようかな。よいしょ、よし。よいしょ。マルティナちゃんがあそこにいたってことは他の仲間もどこかいるのかな。あ、ここか。セニャちゃん。歌ってる。この歌は古の時代から聖地ラマダに伝わる悲しき恋の歌。死に別れた恋人を愛おしむ者。神語りの里に一体誰がこのような歌を残したのか分かりませんが、私は幼い頃からこの歌が好きでした。大樹が落ちたあの日からずっと私には心残りに思っていたことがあるのです。
ねえお姉様、私とお姉様はきっと芽吹く時も散る時も同じですよね。ああ、このくだりあったね。せいにゃんはいつもグズだからどうかしら。でもそうだといいわね。せいにゃん約束して、この先私の身に何かあっても一人で生きていけるって。あ、ここまで見てなかったというかなかったよね、映像で。そんな約束できません。お姉様がいなくなってしまうなんて私考えられませんわ。あー、覚悟してたのか、ベロニカ。私はずっと後悔していました。あの時約束していればお姉様も安心して天に召されたのではないかと。お姉様の言う通り、私はグズだったんです。言葉や呪文を覚えるのも道を歩くのも何もかもお姉様より遅れていた。ですが、まさかこんな時にまで先に行かれてしまうなんて。ムーン様、ごめんなさい。少しだけ、ほんの少しだけあなたの隣で泣かせてください。ごめんなさい、ムーン様。やっと心の迷いが晴れました。お姉様が助けてくれたこの命、精一杯未来へつないでみせます。かわいいじゃん。似合う似合う。もう涙は見せません。さよなら。力はもしかして、あっ、あ、ベロニカの、強くなったな。ありがとう姉様。ベロニカの呪文とスキルが聖女に継承された。やばいこれ。あー、やばい。私にいろんなものを残してくれました。私はもう迷いません。私はもうしばらくの間ここで夜風に当たっていますわ。どうぞ宿でお休みになってください。やばいこれ。あー、姉から妹にねこれで安心したのかな、ベロニカもね。よいしょ。マルティナちゃん、その間にか雨が止んだみたい。さっきまで空が泣いているようだったのに、あんなに雲が晴れ渡っているわ。そうそう、宿に戻らなくて大丈夫。じきに夜が明けてしまうから、眠れるうちに寝ておいた方がいいわよ。いや、マルティナちゃんも随分な夜更かし娘ですね。はあ、もう最高かよマジで。もうイレブンやばいな今作。ま、空が晴れたか、さっきまで悲しげな曲が流れていたが、あれはセイニャのたてごとだったのかな。おじいちゃんはここにいるね。
里の北にある燃え立ててあげたいものです。あれ、グレーグたちいなくない？休みの状態ではない。そうだよな。センニャちゃんの覚悟ですよね、きっと。さっきまで悲しい音色が聞こえていたが、あの雨が降りしきる中で盾ごとを弾いていたのはセンニャだろうか。大丈夫、もう彼女は強くなったからね。すごい継承された。もうやばい、もう鳥肌がやばい、そして涙がやばい。あ、お父さんお母さん聞いてください、モン様。実はベロニカとセンニャは私たちの本当の娘ではない。あ、そうだったの。きっとベロニカもセンニャもそのことに気づいていたと思いますが、本当の娘同然大事にしてきたつもりです。なのにこんな別れをする日が来ようとは、私が代わってあげられたらどんなに良かったことでしょうか。大切に育ててきたんだね、ご両親も。十数年前、静寂の森の木の下でファナード長老が二人並んで泣いている赤ん坊を見つけ拾ってきました。長い間子供を授からなかった私たちは、二人の赤ん坊をベロニカとセンニャを引き取り、我が子として育ててきたのです。長老はおっしゃいました。その子たちからは不思議な力を感じる。セニカ様の生まれ変わりに違いないと。でも私たちにはそんなこと関係なかった。普通に幸せになってほしいと思いながら二人を大切に育ててきたんです。あ、ねえムーちゃん、さっき宿屋の隣のテラスのあたりが不思議な光に包まれていたのよ。もうすぐ夜明けなのかしら。でも朝日よりももっと懐かしい感じがする不思議な光だったわ。あ、神おめここにいたのか。セイニャ初めて会った時はぼんやりし危なかしいやつだったが、あれからずいぶん変わったよな。もしあいつがセイニャのことを見ていたらきっと褒めてやっただろうと思うぜ。あれも妹がいる身だからな。あ、そっか、そっかそっか、妹がいるというので共通してたのか、ベロニカと神は。そっか、いやこのさ、あの神ベロニカの組み合わせ大好きなんですよ私。めっちゃ可愛いよね。なんか喧嘩っぷるな感じだし、境遇というかね、妹がいるっていう立場も一緒やし、まさかこんなところで別れようとは思わなかったけど、でも残したものはすごく大きかったですね、ベロニカが残したもの。よし、はい、休もう。はい、ということで、いきますか。あ、いた、おはよう。おはようございます、ムーン様。もう日が昇っておりますわ。今朝、長老様が宿屋にいらして、皆様はゼーラーナ山の山頂までご案内するようにと出て行かれたのです。先に起きていた他の皆様はすでに山頂の方へ向かわれました。さあ、私たちも参りましょう。大聖堂近くの参道を抜ければ、長老様の待つゼーランダ山の山頂へ行けますわ。はい。ということでね。行きましょうか。そう、ちょっとセーブしていこうかな。よいしょ。はい。ちょっとそろそろセーブデータ分けようかな。じゃあちょっとここに保存しておきましょうか。よし、行きます。ちょっと待って、今のところお話できるのはセンニャちゃんぐらいか。で、後ろからついてきてる。センニャちゃん、そうだよね、抜けないよねって、抜けないよねって思うんだけど、大丈夫だよね。お、ちょっと待って、呪文見てみましょう。お、マヌーハ、あ、メラメラミ、おお、継承してますね。あ、マジックバリアも、で、あとバイケルトも。やばいじゃん、これやびいわ。ルカニルカのボミ、あ、ヒャドとかベギラゴンとかも全部、この辺も全部ヒャド、ヒャダルコ、あ、イオラも。やばい、これはもうちょっとおじいちゃんかセンネちゃんに交代ですね、魔導士枠。じゃあ行きましょう。鼻水やばい、もう泣きまくって。
町風山さん、あ、ゼロナさん山頂、え、大聖堂の隣にある参道、あ、あ、ついにあそこから行けるのかね。あの、今まで人があれだよね、何人たりとも入れたらいかんみたいな感じで言ってたから、あー、開いてる開いてる開いてる、ここからか。今朝早くに長老様ここを通ってゼランダさん山頂に向かっていきましたよ。はい、了解しました。ついに神の乗り物というものに乗れるのでしょうか。もうさ、語彙力がないからさ、もう本当にもう涙が出て、もう悲しい気持ちというか、なんか自分の身に置き換えた時に本当もう胸が張り裂けそうになるぐらいの辛かった。やばいな、もう今回のドラクエ何回泣いてんだよ私。もう、あ、いたいたいた、みんな、オウム様よくぞいらしてくれました。実は昨夜また夢を見ましてな、ベロニカがここにいる姿が見えたのです。この場所は勇者の峰、かつて勇者様が邪悪の神と戦った後に空から舞い降りてきた地だと言われています。ベロニカは夢の中でこの地に立ってこの笛を吹いておりました。これは賢者セニカ様が邪神を打った後に聖地ラムダに立ち寄り置いていたという笛、お守りとしてベロニカに持たせていたのですが、今朝目を覚ましたら私の枕元に置かれていたのです。もしかしたらこの笛が私たちに道を示してくれるかもしれません。セニアよ、さ、吹いてみなさい。はい、それでは、ね、この笛あれだよね、あの、あれですよね、大樹に向かうキャンプのところでね、セニャちゃん盾ごと引いてる隣でベロニカが増え出してましたよね。何も起きませんわね。ですがお姉様が夢の中で吹いていたなら必ず何か意味があるはずですわ。これはムーン様がお持ちください。うん、この光は、あ、光ってる。お、え、え、釣り竿？笛が釣り竿になったように見えるが、バカな、私は夢を見てるのか。キャッ、当たりが来たわよ、もんじゃ引いてみて。まさかの釣り竿っていう。あ、ちょちょちょ、重い重い重い、折れないかな、大丈夫かな、わー、ん、あ、クジラ、クジラの、ちょっと、は、羽が生えてる、これが神の乗り物ってやつかな。あ、かわいい。さあ、飛ぶ魚、いえ、あれはクジラ。おお、神話は本当だった。あれこそ私が夢で見たもの、神の乗り物ケトス。あ、戻った、ケトス。今伝説がよみがえりました。その笛を吹けば神の使いはムーン様を大空へ誘いましょう。あ、天空のフルート、おお。ムン様、世界のどこかにある天空に浮かぶ島を探すのです。きっとそこに闇を打ち払う新たな力があるはず。ムン様お願いいたします。諸悪の根源たる魔王ウルノーが打ち果たしてベロニカの無念を晴らしてくださいませ。うん、でかいね、めっちゃでかい。ケトス、
これは落ちる心配もないですね。かわいい。へえ、これで空を飛ぶ感じなのかな、飛ぶやつと同じ感じなのかな。じゃあラスボスケトスに乗りながらバトルとかっていうのはないよねって。雲海の釣り師なきベロニカが残した笛で雲海から神の乗り物ケトスを釣り上げた勇者に贈られる称号ということで、おお、こうやっていくわけか。あ、すごい。え、ちょっと待って、このくるんって回る感じとかさ、レティスを思い出すんだけど、レティスジュニアよ。あ、いや、空にいろいろ島があるっぽいね。こことか。あ、天空の古戦場。なんか早速なんかあったんだけど、ちょっと行ってみましょう。アリスちゃん。アリスちゃんも大切な仲間ですからね。これいけんの？あ、進めないんだ。今のところはまだ行きませんと。はい。じゃあちょっと空の旅に行くか。フルートって音出すの難しいですよね。私金管楽器はね全部音出せるんですけど、木管楽器は全然音出ないですね。よいしょ。フルートは特に無理。わあ、やばー、やびーやびー。これあとどこに行けるかな。あ、であそこが最後行くところだよね。なんかあそこなんだ、ありゃなんだ、ありゃなんだ、ありゃなんか赤い玉、太陽みたいなのがあるけど何あれ。あ、行けないのか。あ、なんかあるね、あそこ。ほら、ここ目の前、ここ行ってみましょう。あ、なんかある、城。あ、ほにゃららららららに降り立ちますか。はい。あ、ここっぽいな。天空に浮かぶ島、長老様の夢の通りならここに闇を打ち払う力が。何でしょう、見たところ神殿のようですが。私たちがこの地に導かれたことには何か意味があるはず。皆様あの神殿に行ってみましょう。うん。ということで新たな地に降り立ちました。ラムダの長老様のお告げの通りなら天空に浮かぶこの島に闇を打ち払う力があるはずです。私たちがこの地に導かれたことには何か意味があるに違いありません。オッケー。え、建物まであるとはどうなってんそうね、この島にある神殿は地上の建物とは全然違う建築様式で作られているようだ。あー、なるほど。この島の端には半円形のくぼみがあるの。何かがくぼみにはまるようにも見えるが、一体何に使うんじゃろうな。ここか。いや、空飛ぶクジラといい、空に浮かぶ島といい、ここですね。ほんとだ、なんかすごい建物、様式の建物ですね。なんかシュコシュコしてんだけど、なんだこりゃ。あ、宝箱かなって思ったらキノコだった。あ、この辺のアイテムないのかしら。あ、もうなんかとりあえずちょっと一周しましょうか。何もないかも。なんかキラキラポイントとかもなさそう。いや、そろそろクリアかな。でもね、パト60超えてますからね。
なんか終わりが近づくとちょっと寂しくなっちゃいますね。おい、何者か知らねえが出てきな。そこに隠れてるのは分かってるんだ。え、なにこいつ、かわいい。なんだこいつ。ほう、なるほど、兄ちゃんがそうなのか。おいら神の民だよ。神の民、なんだそりゃ。そっか、最近の地上人は知らないんだな。神の民はロトゼトシア創生の時代から世界を見守ってきた天空の上人さ。マジかよ。けどそんな大層なやつがこんなところで何してんだ。そりゃあもともとこの辺りは神の民が暮らす里だったからね。けど魔王軍に襲われて里のあった浮島はほとんど地上に落とされちゃってね。オイラは生き残った最後の神の民なのさ。そうなのか。そんなことがさぞお辛かったでしょうね。魔王のやつむちゃくちゃしやがる。さっきあたがって悪かったな、あんたの気持ちも考えずに。けどよ、なんであんた助かったんだ。見たところこの場所は無事みたいだが。この太陽の神殿の奥には世界が誕生した時から燃え続けているという聖なる種火が祀られているからね。神の民の里が襲われた時、オイラはたまたま神殿内を掃除してて聖なる種火の加護に守られて助かったんだ。なるほど、聖なる種火の加護だって。もしやそいつが。私たちは魔王の闇を打ち払う力を求めこの天空の地まで赴いたのです。もし何かご存知でしたらお教えください。魔王を倒せるほどの力か。聖なる種火は戦うための武器じゃないし、何のことだろう。教えてあげたいところだけど、いらこう見えてまだ子供でさ、そういう話は詳しくないんだ。そっか、まあ知らないんじゃ仕方ないな。せっかくここまで来たんだ、まずはその聖なる種火ってのを調べてみるか。そうですね、ですがこのままでは。ああ、オイラのことなら気にしないで大丈夫。神の民の名は伊達じゃないよ。それに魔王が倒されて大女様が復活すれば大いなる命の流れも蘇る。そうすれば死んでしまった者たちもいつかまた新たな命として生まれてくる。オイラの家族や友達も救われるってもんさ。だから頼んだよ、勇者の兄ちゃん。ねえ、知ってたんだね、あんたムーンのこと。かわいい、こいつ。こいつかわいいな。ということでね、今回はね、ここで終わりにしようと思います。ここ、太陽の神殿っていうみたいですね。はい、ということで、いや、今回もちょっとね、たっぷり濃厚な一パートでございました。じゃあ次回ね、こう、太陽の神殿の奥行ってみようと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。